はい、なんかすごい今日もまつげがバッチリだねちょっとなんかこれで見るとなんかちょっと化粧濃いように見えるね。逆にリップ塗った方がいいパターンかな。でもリップ持ってきてないや。今日はレッスンしてたんだっけ。そうなんですよ。いや最近ねいろんなレッスンしてますからとっても楽しくやらせていただいております。これぐらいがいい。そっか、黒だから白飛びしてるんだわ。皆さんドボンやってる？9時までドボンのベッ、今日こそゴールデンベッドタイムしたいから9時までです。ゴールデンベッドタイムしたいんだもんね。もうガンガン回すんだから私やってますよ。ありがとうございます。そうなんかさ、あの私ができない間も結構皆さんやってくれてるのさ見てるので、本当にランキングめちゃみんなやってくれてるな、私がどんどん抜かされていくなと思いながら。そう、私一時3位まで行ったんですけど今何位 10位ぐらい行っちゃったよね。もっと下がってるかもしれない、もしかしたら。こんばんは。なんかリップ薄いとさちょっと一昔前のメイクみたいだよね。イエイ、こんばんはやっほー。せいちゃんメンバーランキングにギリギリ名前ある。私あれやってますから、8結構出してるから。そっか明日、そっか待って、明日さふくらじじゃん。待って忘れてた、やばい、この忙しさにかまけて忘れていた。明日じゃん、明日なんかあったっけってめっちゃ考えたの。そうなるちゃんを呼べました。明日ふくらじです。そうなの、なるちゃんが来てくれるって嬉しい。私なるちゃんに一回振られかけたんですけど、もう一回ちゃんとオファーを出したら OK サインくれました。嬉しい、やった。いやなるちゃんとね話したくて。そうなの、この話は明日した方がいいかな、そんな気がしてるよ。なるちゃんと話したいガールなので私は。そうなんですよ、どんな感じになるんだ。そうなんかさ、どんな感じになるのか不思議だよね。そうそう気になるよね。意外にね最近話すんだけど、まだまだね私たちまだまだいけると思うんですよ。はい、なのでちょっと明日聞ける話もあるかもしれないので楽しみにしておいてください。丸で、私はもう言った方がいいと思うの、やらないことがあったら嫌だから。明日は紹介したい本があるから、紹介したい本がありますちゃんと言おうと思いますまだ言ってないんかい、ちゃんと言う。待って、 Wi-Fi つけたか覚えがないからついてました、よかった。皆さん元気にしてた？私はねちょっとね暑さにやられかけた時もありましたが、まあまあ元気にしています。いや昨日さ終わってさ、今日もさ、今日もお仕事なのかってなってちょっとわーってなったりしたけど、なんだかんだ楽しく生きておりますので、無理しない範囲で皆さんも元気にしていてくれればいいなと思います。以上です湿気ね高いとやだよね本当に。てかいつぶり、本当にめちゃくちゃ久しぶりじゃない？久しぶりすぎる配信。メイク変えた？メイクね変えてない、今日リップが薄いだけ、メイク変えてない。メイク変えたのは3月ぐらいからメイク変えて、5月にもう一個変えた。うん、それ以上変えてない、メイク変えてない。あの照明です、これは照明のバランスでメイクが変えているように見えるだけです、何も変わっていない。こんばんは。そっか、誕生日配信してから、え、マジで丸1ヶ月ぶりじゃん。8月2日、
8月2日にできてたくない？8月4日5日6日ぐらいじゃない？え、いつした？こんばんは、こんばんは。結構久しぶりだな。そうですね、本当に。やっほー、こんにちは、こんにちは。おせんべいでも食べようかな、さっきいただいたので。たぬきせんべい。お仕事の合間で、うん、お仕事終わったので、あ、うん、配信できるじゃんと思って。8月3日以来、3日ね、3日以来だって。私はもう迷うことなくエビにしました。でもその後塩バター味を見つけてしまって、塩バターよかったなってちょっとで後悔してますけど、エビが大好き。うまい。なんか分厚めのせんべいで美味しい。なんかあのさ、薄いせんべい、エビせんべいってさ割と薄め多いけど、このせんべいはさ分厚めだからさ噛み応えがあっていいですね。美味しい。そう、ドボンとさ同じ端末でやってるからさ、そうなんですよ。そして私はもうゴールデンベッドタイムに命をかけるぐらいの気持ちでやってるので、やりたいので、絶対にコメント読んでる暇なんかないから。やれません。あとね、もう一つね、バームクーヘンね。バームクーヘンちょっとさすがに食べないかな。でも美味しそう。食べたい気持ちもある。このバームクーヘンの、このバームクーヘンは昨日のね劇場最終日ってことでユニバーサルさんがくださってたらしいんだけど、さっきそこに置いてありました。この後レッスン、うん、もう終わりだよ。そう、時間合わせないでどんどん回すよ。もう私は GBT 逃したらもうやばいんだから。ゴールデンベッドタイムなんだから。でもちょっと気になるから食べよう。食べます。バームクーヘンシャイベンスペツィエルプラリーネ。あ、プラリーネなんだ。へえ。あ、ほんとアーモンドって書いてある。食べるんかい。そう、10倍だよ、10倍。ゴールデンベッドタイム大事すぎちゃうよ。稼げ稼げだよ。何時までレッスン場にいるの？そんなこと言わないよね。えちゃいちゃん、今もスタンプでこの色出してねってやってる？やってない、全然やってない、適当。分かりにくいんだもん。だってゴールデン回しまくれんならメンバーの特権そりゃそうですよ。なんて言ったってハート油田、ハート油田を無駄にしてはいけない。あー、めちゃくちゃあのナッツの風味感じる。プラリネって言ってるだけある。めちゃくちゃプラリネ。なんかバームクーヘンで感じたことがないぐらいにプラリネ。なんかチョコとかでさプラリネ味とかさあるじゃん。めちゃくちゃプラリネ。なんかマジで本当にバームクーヘンで感じたことないプラリネの濃厚さを感じています。食べ方、ちょっとティッシュにするわ。プラリネはナッツですかね。プラリネっていう味あるじゃん、ナッツでも。なんかちょっとイメージは
でもプラリネはプラリネだよ。おしゃれなチョコには絶対に入っている。チョコでプラリネ味ってめちゃくちゃある。バームクーヘンでプラリネはあんま見たことないね。チョコ以外にあるんだって感じだね。ナッツですね。ナッツナッツ、アーモンド入ってるもん。アーモンド、ヘーゼルナッツ、あ、ヘーゼルナッツね。ヘーゼルナッツ、うん、イエスイエス、ヘーゼルナッツ、うん、おいしい。でも最近私気づいたの、おいしいっていう時に笑ってないの、顔が。もっと幸せそうに食べてほしいって私自分のこと思った。うん、おいしいまではいいの、ここまではいいの、うん、おいしい、おーってもう素に戻っちゃう。やめてやめてってなった。きっとそんな映像がそろそろ見れると思うので、あ、こいつもっと幸せそうな顔してほしいなと思いながらぜひご覧ください。はい、すいませんでした。大変謝罪して、これからに生かしたいと思います。久しぶりに自分のね、姿を映像で見て、あなたって思ったよね。あなた、そんなわけで昨日はね、劇場ラステでしたよ。ラステって言った。いや、劇場さ、ラスト公演だったじゃないですか。いや、なんかメンバーの中でもね、話題になってたんだけど、もはやなんか卒業公演みたいな気持ちになったの。だってさ、ここに立つのが本当に最後なんだって思うことってさ、なんか舞台の千秋楽とかはさ思うけどさ、ここに立つことがないんだって思う時なんてもう卒業公演ぐらいしかなくない、これから先って思ったら、なんかすごい卒業公演みたいな気持ちになってきちゃって、まあ、現劇場からの卒業ですけど、みんな、そう、めっちゃなんかそんな感じの気持ちだった昨日。なんか小学校の卒業式とかもさ、泣く理由ってさ、まあ、いろんな思い出があったかもしれないけどさ、ここに来ることないんだでも泣けるじゃん。なんかそれでも泣けちゃったよね、本当に。そこまで激変するかな、どうでしょう。泣いてたのね、めちゃくちゃ泣いてたよ。みんなあれだけ泣くってことは劇場結構変わるのかな、そこまでは全然知らないんですけど、うん、でもさすがにだいぶ変わるんじゃないですか、相当だったね。食べちゃった全部。柱がどうなるのか気になるよね。あの柱さ、どうなるんだろうね。そのまんまやっぱり日本柱大事ですって、そのまま柱現存でいくのかさ、20年経った今の構造じゃあの柱取っ払っても大丈夫ですとか言われたらさ、びっくりじゃない。そう、もう3ヶ月だからやっぱもう全部、もう全部全部って感じなので透明な柱になってほしい。そうですね、柱が倍に増えてたり、いらないいらない、さすがにそれはいらない。うん、客席が遠くならないといいね、それはそうですね。柱関係ない位置にステージ移動させる可能性もある、ね、ああ。
でもね、昨日ね、しのぶさんが言ってた言葉でめちゃくちゃいいなって思ったのがあって、劇場、次の劇場、今の劇場も先輩方がたくさんなんかここをこうしていきたいとかいうのでどんどん変わっていった、いって今があって今があるから次の劇場もみんなが作り上げていっていい劇場にしてねっていう話をされて、そっかってなんかまっさらになるかもしれないし、思い出がもしかしたらなくなってしまうかもしれないけども、ここからまた思い出を作ったりとか、なんか自分のなんか好きな場所とかをまた新しく見つけられるんだって思ったら、なんかいい話だなって思いました。やっぱしのぶさんは言葉選びの天才、天才。ね、いいこと言うね、さすが。そうね、どっちも立てるのはね、すごいいいことだよね。今いるからこそだよね、本当に。今この時在籍しているからこそだね。ね、そう、私パジャマドライブをね、昨日初めてやったんですよ。パジャマドライブ公演にやってたことはあった、出てたんですけど、ずっとね、もう2、3年、3年ぐらいパジャマドライブ公演ずっとやってたんですけど、パジャマドライブという曲を踊るのは初めてで、でもなんか見たことあるなって思う人いるでしょ。それも合ってるの。なんでかっていうと、コミセイオンでステージイベントではやったことがあるの、これが。でもその時めちゃくちゃ適当にやってたの。ステージイベントってさ、結構ゆるっとできるもんだったから、そうだからマジのマジでチャンチャチャン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 チャ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 ンチャラチャチャチャンチャンチャンってやるのなんか初めてで、もう本当に大変で、ミオンとメイメイとマジのマジでギリギリまで合わせてたよ。ミオンがやっぱ一番やったことあったから、もうだって研究生武道館からやってて、マユさんとも一緒にやってて、ことあるごとにあの人パジャマドライブをやってましたから、イントロが鬼ムズなの。タンタタン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 タタダラタアタラタタタン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 タタタラタタンタタンタラタタタタンタタタタン。ここまでめっちゃ振り数多すぎ。そうやっぱね、いやスタッフさんの意図的にやっぱり15期にやらせようとしたのかなって、あのポジション的にもね、コミがやってたところ、土初期にパジャマドライブをやったことがあるのって、ミオンが平島さんのところやったことあるんだけど、公演で研究生公演でやってたのは実は私がやった中川さんのところがキーちゃんで、佐藤キアラちゃんで、で平島さんのところはコミがやってたの。だからちょうど今回コミのポジションがメイメイだったから、ワンチャン15期だったって考えたよね。本当かどうかは知らないけど、でも私がパジャマドライブやってる時点多分きっとそうなんだよねって思った。でもさ、やっぱさ、ミオンがさ大初期にやったポジションメイメイがやれても、ミオンじゃんって思ったよね、みんなねでも別にもともとそういう話がありましたから聞いてないんで、本当かどうかは知りませんその話はもう知りませんので、私たちの憶測、憶測って言うとなんかあれかな、あのなんか想像、こんばんは。いや、まさかこの年になってパジャマドライブやると思わなかったからさ、いやパジャマドライブってさむずいよねっていう、ダンスむずいよねっていうのとさ、なんかそのパジャマでドライブ行っちゃうぐらいのなんていうの、可愛らしさをもう
持っていない気がして、あの心配してたんですけど、踊り出したらなんかすごい可愛い気持ちが出てきた。すごい。なんかフレッシュとかそういう意味じゃないの、あの適齢期ってあるの、やっぱりなんか、リハーサルしか見てないから本番見れてないんだけど、あの17期18期19期もいたかな、あのその辺のみんながやってたさ、青春ガールズとかさ、ノーパラとかめちゃくちゃ良かったじゃん。なんかあの年齢のみんながさ、ちょっとさ、なんていうのかな、足あのどっしりするやるんじゃなくて、うちょっと浮いてる感じ、その若さ特有のそのなんかウェイウェイってやってる感じで、あのノーパラとかさ、そのやってくれるとさ、めちゃくちゃさ、青春ガールズとかやってくれるとめちゃくちゃいいよねってなるじゃん。適齢期なのよそれって。適齢期なのよ。パジャドラ適齢期ではないのよ絶対的に。てかもはやパジャマドライブ公演が多分適齢期ではもう過ぎちゃったんだけど、やっぱり若いからこそこの曲に合うなみたいなのがあったりとか、なんか大人の視点が入っちゃうとちょっと大人っぽくなっちゃうところってあるじゃないだなって思ってたから、パジャドラかって思ってたんだけど、なんか歌い始めたら一気に年齢が、自分の年齢が下がっていって笑った。なんか笑った、あすごい、なんか自分の年齢下がってきてる下がってきてるって。だから19歳ぐらいの多分パジャドラだった気持ち的には。そうっていう話です。なんかね、だって眠れない夜はミルクを飲んでベッドの中羊数えるだよ。で部屋のガラス窓に小石が当たる音、えなんて青春じゃないですか。せいちゃん今も寝れない時で牛乳飲んでないです、味噌汁ですよ。ちょっと一瞬だけ確認さし、はい確認取れました、すいません戻ってきた。味噌汁で眠くなる、あったかいものを飲むことが大事なの。いやでもなんかいろいろ考えましたよ、私もどういう風にするかなって考えました、とっても。はい、どういう風に表現しようかなって。でもやっぱキーちゃんが来てた思い出がさ強すぎてさ、ネーム打てたはずんってやったよね、知ってる、ネーム打てたはずんっていうキーちゃんの15期の中で話題にしちゃうキーちゃんのすっげー可愛い眠ってたはず、マジで可愛かったの。あのマイク食べちゃうぐらいにネーム打てたはずんってやってたの。キリちゃん。大好き。ねえ、大好き。そんなことを思い出しながらねやってましたね。8月のお誕生日会もしました、まなみときーちゃんとね、市川まなみちゃんと佐藤のきあらさんとねやりましたよ。2人から誕生日プレゼントもらった、なんかね、まなみは白っていうなんかおしゃれな香水とかなんかそういうフレグランス系とかなんかおしゃれなブランドがあるんですけどのなんか夏っぽいものをくれて、きーちゃんはね、あのね当日まさかの持ってくるのを忘れて、あの千秋楽、僕対千秋楽の日に持ってきてくれて、マグカップとお茶をくれました。かわいいかよ、好き。しかもそのマグカップがマジでかわいくて、
ありがとう、きちゃんありがとうってもらいました。ちなみに私はね、まなみに、まなみが好きそうな香りのなんか試供品セットみたいな、試供品っていうと流れなんですけど、あのなんかあのお試しセットみたいな、まなみが本当に好きか分かんないから、まあ、好きそうだなと思ったのお試しセットと、キーちゃんに私とお揃いのイヤリングをあげました。キーちゃんへの愛強すぎだろっていう、私とお揃いのイヤリングをプレゼントしました。大爆笑。毎年ねキーちゃんにね、なんか花モチーフみたいなのばっかあげてるんですけど、今年も花モチーフでね、あのプレゼントしましたね。なんかキーちゃんにねあげたくなっちゃうのよ。まなみちゃん、私はそれじゃない、私とね、あのあんまり好みが合わないからね、まなみちゃんはね。そうなんですよ、まなみちゃんが好きそうなやつをあげるって、私は毎年まなみちゃんはまなみちゃんが好きそうなのをあげて、キーちゃんを私があげたい、キーちゃんにこれを持っててほしいっていうものをあげてますね。割とね、あのマリメッコ製品とかが多いですね。あの可愛いウニッコの柄をね、ウニッコっていうのが花柄がなんかいっぱい書いてあるようなやつがあるんですけどね、ウニッコの柄をね、あなたこういうのがいいでしょっつってね押し付けるっていうそういうことをね毎年しておりますね。ちょっとさ、8時さ何分かさ、みんなさ定期的に教えて、なんかそんなにいっぱいじゃなくていい、10分ごととかでいいんだけど。重い愛ですね、すいませんでした、重すぎました。8時32分ありがとうございますねー。あ、そう、あとね、昨日ね、キーちゃんに好みが合わないって言われたらもう悲しすぎるわ。バースデーイベントプレゼント多分ありだと思います。昨日、あのちょっと待って、いろいろ話したいことは山々なんだが、一回昨日に戻らせてくれ。昨日あれなんですよ、やった曲を並べていきますと、私ね、昨日やった披露した曲の中3曲だけやったことない曲あったんだけど、ほぼほぼやったことありましたね、さすがに。でミオンはね全部やったことあったらしい、すごいよね。私は目撃者とリセットと、あの恋愛禁止条例だけやったことなかったんですけど、まあ、そんなわけで私が披露した曲は誰かのためにと、その後僕の太陽、夢を死なせるわけにいかない、パジャマドライブで、シアターの女神で、 MT に捧ぐ、桜の花びらたち、あれこんなもんだった、こんなもんか。そう、私リセット一回、何、あの今回のさ劇場のリニューアルの企画で覚えたんだけどさ、体調不良で出れずして終わっちゃったので、そうリセットやってないカウントですもん。そう、シアジョ良かったでしょ。私もさ、やっぱさ、シアジョめちゃくちゃさ思い入れあるからさ、あーあの時がこんなことしてたなとか思ってさ、めちゃくちゃ泣けちゃったシアジョ。あの私、あの落ちサビのさ真ん中にいるじゃん、シアターの女神ようやく会えたねってさ歌ってると泣けた、一人でなんかシアターの女神ってなってたもんそれぐらいにはエモかったですね。そう、あと今回フルだったからね、全曲めちゃくちゃいいよ。汗をかいた女神とか、あーここで踊った踊ったって言ってたもんね。いいですよね。そうなので、違うの、僕の太陽はさ、まあやってたじゃない、夢を死なせるわけにいかない、はじめまして、はじめまして、そう夢死な公演一回アンダーで出るってなったんだけど、結局なくなっちゃったのがあって、だからなんとなく振りは知ってたんだけど、ほぼほぼ初めてだったの、めっちゃくちゃむずかったなんかあの何が難しいかって、振り自体はねそんなに難しくないんだけど、あの歌詞難しくて、で曲調あんまりない感じでね。そう、でもめちゃくちゃいい曲だった、よかった、なんかほんと爆沸き。なんかやっぱさ、夢を死なせるわけにいかないっていう単語がまずいじゃないですか。
諦めるなよ。高鳴る胸の鼓動をもう一度。めちゃくちゃ良くない？夢を忘れたわけじゃないんだ。今立ち上がれ。心にくすぶる炎を燃やせ。思い出すんだ。ああ、もう2番がめちゃくちゃ好きでしたね、私は。もうめちゃくちゃ激アツだった。激アツだったよ、私はもう。ボコボコボコ沸騰。いや、いい曲だった。本当に。てか、誰かのためにとかめちゃくちゃ良かったじゃん。てか、違うんだよ。パーティーが始まるで始まるのがマジで激エモだったよね。そうなの。めちゃくちゃ良かった。でさ、パーティー会いたかったでさ、めちゃくちゃさ、あの今の AKB って感じのメンバーがさ、8と16期だったんだけどさ、そのメンツが出てきてくれるのがさ、めちゃくちゃ良くて超いいって思ったらさ、誰かのために、あ、もしかして A ファーストからやってるってちょっと気づけるじゃん。誰かのためにが来ただけで、パーティーとさ会いたかったらまあ分かるじゃん。なんかさ、知らなくてもさ、あ、パーティー会いたかった、あーないいよね、劇場公演曲だよねって感じじゃん。でだけどさ、誰かのために、え、んって一回考えるじゃん。そうなの、そうなんです、やってるんです。絶対にコンサートじゃ見られないセットリストでしょ。めちゃくちゃいいよね、本当に。めちゃくちゃ良かったよね、素晴らしかった。いや、誰かのためにもめちゃくちゃいい曲ですからね、本当にいい曲だった。なんか泣けた、本当に。でね、次のブロックなんですよ。私はやっぱりただいま恋愛中がやりたすぎちゃった。やっぱさ、ただいま恋愛中の思い出をめちゃくちゃ持ってるわけ。ただいま恋愛中と最終ベルが鳴るに関してはめちゃくちゃやってたから出たすぎちゃったよね。混ぜてくださいってね。私が一番長く踊ってたんだからぐらいの気持ちでちょっと出たすぎちゃったよね。あの本当にただいま恋愛中のリハン見てたんですけど、あの自分の記憶の方が蘇ってきちゃったね。誰々がいいとかいうのを見るよりも、うわ待ってここでこうしてたみたいな。そう、ここでさ目があったりしてたよねとか、うわーこのセリめっちゃ怖かったよなとか、そんなことばっかり思ってたよね、本当に。そう、やっぱ思い入れめちゃくちゃあった、ただいま恋愛中に。そうなんですよ、そうなんですよね。ただいま恋愛中、感想の移動が大変だったなとかさ思ってたよね。で最終ベルが鳴るでしょ、激アツ曲じゃないですか。やりたすぎちゃったよね。私最終ベルが鳴る声が一番好きなの。なんでかっていうと、バランスが最高にいいんだよね。だってマンモスでかっこよく始まって、で最終ベルでしょ、最終ベルで爆沸きするわけじゃないですか。そう、そしたらボーイフレンドの作り方でさ、あ、なんか可愛い一面見ちゃったってなった後に、偉い人になりたくないでさ、こういうふざけてる楽曲いいよねってなるじゃん。マジでマジでいっちゃん好きな公演なの。だってシャムネコとかもあるよ。そうなので、支えでしょ、最高ですよ、もう大好きですよ。個人的にはね、やっぱね、スタンドアップもめちゃくちゃ好きなの。さあ立ち上がれっていうめっちゃ難しい振り付けなんだけど、めちゃくちゃ良かったの。いや別に最終ベルは誰かと出たいとかじゃなかった。もともとあの大島チーム K さんでやるときに研究生も振り入れに参加してたんだけど、その時は本当に短い公演だったからやらずに終わっちゃったの、その公演が。なんだけど
峯岸チーム系でやるってなった時に、え、やりたいってなってやりました。私がコミとミオンとやりたいって言って覚えたのはサムネイルです。サムネイル公演は今回入ってないんですが、オリジナル公演じゃないからアルバム曲だからね。サムネイル公演のバゲットっていう曲をオリジナルで、オリジナルは違うんですけど、その公演、サムネイル公演のオリジナルではミオン、コミ、アンニンさんでやってたから、待って、アンニンさんのところを覚えたら3人でできるじゃんって言って覚えたのがサムネイル公演です。そうなの。それぐらいさ、一つと一つ一つの公演に思い入れがある分さ、寂しいよね、本当にね。最終ベルがマジでいい、本当に大好き最終ベル。でも思い入れがある公演って言ったのはパジャマドライブです。だってずっとやってたんだもん、パジャマドライブを。研究生もそうだし、倉持チーム B でもそうだし、もうなんか初期の思い出全部パジャドラみたいなね、はい、感じですから。私ね、純情主義だけまだやっていませんね。いつか純情主義をやりましょうかいつどこでやるんだよ、やったことないのによ。どの曲やるかは希望はある程度、 何もない、本当にやってくださいって感じそう、今だったらね絶対純情主義似合うと思うの。なんか昔は本当にベイビーすぎちゃって絶対に似合わなかったんだけど、今だったらいける気がする、逆に。そうなんですよね、はい、絶対今だったら似合う気がする、真っ赤な真っ赤な衣装が。ねえ、というわけでそんな感じのね、ユニット完全制覇した公演はないな、ないと思う。そもそも8人、うん、ないないです。私はただいま恋愛中もだって7時12分と10くれしかやってないし、そう、僕隊が惜しかったね。そうはやりたかったんですけどね、結局ね、もう私の体力が残ってなかったですね。3ポジ目 D ポジ覚えたんだけど、3ポジは本当に無理だった。なんかそう、日暮らしやってるポジションとひまわりやってるポジションはで精一杯だった。やっぱり常時3ポジとか回してる人本当にすごい。なんかさ、2ポジぐらいだったら概念で覚えられるんですよ、マジで。3ポジ目になるともうなんか混ざるの、全部混ざる、わけわからんぐらい混ざる本当にわけわからんぐらい混ざる。でも倉持チーム B の時は結構ポジションやってたよ。でもユニット制覇はねできてないんだよ。だって 2ユニットとかはやってないもん。16人の3ポジ目って、まあ、ギリいけたんですけど、8人のね3ポジって結構大変で、概念っての覚え方は何って話なんですけど、違うの、振りを外側からやるか内側からやるかっていうのが概念です上手にいたとって下手にいたとって、振りを外側からやるっていう覚え方をしていたら、上手だったら上手でも外側の手を出せばいいし、下手でも外側の手を出せばいいの、逆の手にはなるんだけど、概念で外側の手だよって覚えてたらどっちも外側で出せるじゃないっていう概念の覚え方です。そういう覚え方、概念で覚えるんです。もう8時45分、はい、なんだけど、なんだけど3ポジ目が来るとさ、外側からっていう概念を知っていたつとしてもね、違うの、もはやここじゃない振り付けが出てきちゃうの。ここの間のこのなんか歌割り、今歌ってるよみたいな人が出てきちゃうの。ここら辺は歌ってない
おりふ振りをしてたの。でもここになるってくると全然違う動きしてるやんってなるんですよっていうのが、あの無理すぎて散歩締めから先を進める自信がなかったむずい、混ざっちゃうでしょ。そう、それがちょっとむずすぎてどうにもできなかったね。そうなんですよ、メンバーってすごいですよ。どんな頭してんねんって思いますよ。みんなで、みんなすごい頭してますよ本当にね。あ、そう、ちょっと時間がないからね、こんなに長く話してられるにはいかないんですけど、そう、お知らせですよ。バースデーイベントをやります。パチ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 、8月の8、もうあともうちょっとじゃん、やば。ちょっとさっき台本来てたのでちゃんと見てきます。はい、そうなの、来た来た、写真撮影可能ね、しますしね。はい、まあなんかいろいろ詰めてねやろうとは思っておりまして、はい、今週末ですね、日曜日ですね。今週末か、やば、マジか。何やるんですかっていうのはね、なんかね、あの私がこういう企画どうですかっていうのがめちゃくちゃ広げられてめっちゃ面白い感じになってます。なので私のあのなんか変な一面がよく見られそうだなって思いますまあみんなすごい楽しめると思うので、そう、撮影タイムがイベントページに書いてあったら特典会、違います、特典会はまた別で、そう、なんかあのゆかるんさんのイベント、この間のなんかあのあれ言ってた方は分かると思うんですけど、そんな感じらしいです。まだ分かんないですけど、私もまだよく分かってないのであんまりちょっと言いません。2番あるけど内容違います、違うと思います。ちょっとまだ台本見てないから後で見て、多分違う、さすがにあのあれは 2回ししない。配信はないですね、ないです、きっと。はい、というわけでお楽しみにっていうの。恵比寿はせいちゃんよく行きますか。たびたび行きますね、恵比寿は。なんかなんだかんだ言って予定があったりしますね。はい、こんばんは。でもねちょっと日程的にね来られない方がいるのは重々承知で、もう本当にあのまたねこういうイベントやりたいなと思ってるので、今回のイベントがなんかいい感じになればまた次もあると思うので、きっと多分そうだと思うので、皆様ぜひぜひ予定が空いておりましたら、まだまだ多分まだ席あると思うのでぜひぜひ来てくださいということで、よろしくっていうのと、舞台に出ます。いや前々からちょっとちょこちょこ言ってはいたんですけど、この間のアサルトリリーで私上郡まりも様という役をね、入間女子美術高校の上郡まりも様という役をあの受け継ぎまして、で12月5日から15日までなんか間にあの結構上映イベントとかねあったりするんですけども、のあのスペースゼロ新宿です、スペゼロに出ます。で日程をご覧の方はねもうね丸分かりかと思うんですけども、そうなんです、新公演初日とドカブリというわけで、ね、そもそもね新公演の初日ねなかったんですね。悲しい悲しい、そうなんですよ。そもそもねそのねあのね舞台の方が先に決まっておりまして、であのそもそもねあの入れるかどうか、普通に私がやって入れるかどうかっていうところもそうなんだけど、そうどうなの、それはどうなのかっていう話なんだけども、それもさておいて、まずそもそもあの土俵にいなかったっていう、はい、本当にあの申し訳ないですけど、私もねやっぱ新公演ってめちゃくちゃ大切じゃない、しかもオリジナルだよ、いやオリジナルでユニットやってみたかったみたいな気持ちもあるんですけども、あのどうしても舞台の方がね先に決まっておりましたので、
私あの舞台の方に出させていただくということで、あの今回はねそもそもセレクションにも参加せずにいたっていう、セレクションに参加しようかなって、セレクションだけ行こうかなと思ってたんですけど、ちょうど体調不良でしてね、あの行けずセレクションにも参加できず、そもそもあの土俵にもおらずっていう、なんかよくわからない立ち位置の人間が出来上がっておりました。そう、もうセレクションしてる時点でもう決まってるからさ、あの私が舞台に出るってことが。そうなの、あちちょ、うん、うん、っていうね。はい、というわけでとにかく自分にできることをやろうと思います。頑張ります。本当にあの大切なお話なので、今回本当にめちゃくちゃ大事なの、めちゃくちゃ大事な話なの。アサルトリリーシリーズで多分分かってないけど、絶対に出演メンバーの感じを見るともうだってそこの話見たかったよねっていうのがね、そう多分出てくるんですよ。なので命を懸けて頑張らせていただきます。以上です。皆様ぜひ見に来てください。スペースゼロです。あやねちゃんとミスターと出ます。さきさんもいます。あやねちゃんもともとイルマ出てるんで、はいはい、あやねちゃんもともと出てるよ。だから最近あやねちゃん仲いいんだ。そんなことないよ、うん、違うよ。全然普通に仲良しだよ。ただの楽しみ、本当に楽しみにしてるんだ。あやねちゃんとさらに仲良くなっちゃうね。でもね違うんですよ、これが違うね、違う隊に所属してるから絡みのあるシーンがあるのかどうかがさっぱりわからない、さっぱりわからない。違う部隊にね所属してるんですよね、はい、悲しい悲しい。あとなんか言いたいことあった、なんか話さなきゃいけないことあった。あ、ドボン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 です。ドボンのイベントを開催中でございます。私も結構頑張ってるので、今回ね出るかどうか迷ったの。でもやっぱりみんなライブしてる私の姿が好きって言ってくれるのと、私自身もライブが好きだから、なんかやっぱり1年に1回のこの好きな曲をやれる機会ってやっぱりなかなかないもんだからね、みんなで出れたらいいなって、みんなで頑張って出れたらいいなって思ったから、うん、よろしくお願いします。私もできる限りで、できる限りというかあのできる精一杯で頑張りますので、皆さん無理はせず、無理はしすぎず、一緒に頑張っていただけると嬉しいなって思ってます。これ見たいとかある？久しぶりに抑えきれない衝動見たいとかある？この曲聴いても純情主義急に自分の中で話し、あ、ネタフリーね。そうね、ネタフリー意外にねやってないよね。そうですね、はい、GBT まであと5分ちょい、じゃあそろそろ終わりますかね。まあその時になってねめちゃくちゃ迷ってると思うんで、はい、私は今年もサンダルじゃできない声をしたいと思いますたくさんいい曲あるからね。そう、よろしくお願いします。あ、抑えきれない衝動18期19期ともう鬼じゃん。はい、めっちゃむずいんだもん抑えきれない衝動。じゃあそんなわけでよろしくお願いします。ランキングで終わりますね。1位陽一さん、2位陽太郎さん、3位クーヤンさん、4位 Y 松アット四つ葉さん、5位俊則さん、6位荻原さん、7位愛知さん、8位正明さん、9位門松さん、10位健育さん、11位米さん、12位カズさん、13位シャワピースさん、そして29位福福シャワユキタンさんということでした。ありがとうございました。
バイバイ。みんな元気でね。次に配信するのあいつかな。そう、コミもね卒業してね、15期ね寂しくなっちゃうので、はい、15期のあの、はい、コミ声音、まだまだまだあと半年ぐらいはあるので、よろしくお願いします。ありがとう、バイバイ、バイバイ、明日の